銀次郎です。チェコです。あとケイジ君です。遠くないですか？大丈夫ですか？どうぞ。うん、ケイジ君ケイジ君、ケイジ君 T シャツを作りたいと思うんですけど、どうでしょうか？欲しい人はコメントください。これを白 T にこれをここにつけたいと思うので、欲しい人はコメントください。では、まあ前ちょっとデッドリフトのなんだっけ、あ、そうだ、デッドリフトとクリーンのデッドリフトの違いみたいなのを話しましたけど、今日はちょっと首のポジションをちょっと話したいかなと思います。で、ちょっとまあチェコさんにデモンストレーションをお願いしたいと思います。このやる気な感じがいいですね。じゃあちょっと、足腰幅で、まあ、デッドリフトのポジションを取ってほしいです。で、まあ、ヘッドポジションっていうのはですね、まあここからいきましょう。この時に顔はどこ見、目線はどこ見えればいいのかっていうのはありません。なので、千恵子さん今、まあ、頭ニュートラルの状態で、まあ、首まっすぐですね、フラットの状態で、まあ、この辺斜め下向いてますけど、たまに顎を上げて前向く人いますね。首をグイッと上げちゃう。これはまあ僕個人的な意見なんですけど、できればニュートラルの方がいいです。で、なぜかというと、まあこれでちょっと一回引いてみてください。ニュートラルの状態で普通にデッド。そうですね。で、ずっと首は自然体でそのまま倒れて、体が倒れるときに頭を一緒に行く。じゃあ首を一回グイッと上げて、そのまま、引っ張ってみましょう。で、フィニッシュもそのままの角度でちょっとフィニッシュしてみてください。なので上ずっと向いちゃう感じ。そうそう。これだとちょっと不自然ですよね。だからこの体勢、スタートがこれで、結局これってどうなってるかっていうと、こうなってることですね。それでだいぶまあ不自然だし、まあ、首に負担かかりそうです。まあ、でも実際そうやってデッドリフトする、まあ、プロのパワーリフターの方とかいるかもしれないんですけど、まあ、今はもう一般的な健康面で見ての話をします。なのでもう一度、普通のじゃあニュートラルのヘッドポジション。で、頭上げるパターン。一回、そう。なのでできればまあこの違い、は、ここはまあ結構首に負担かかるので、できればちょい下向いてニュートラルで、ほんの気持ちまあちょっと上げるぐらいだったら、まあこっちの背中の筋肉が力入りやすいので、下向きすぎちゃうのダメですね。これは丸くなりやすいので良くないので、少し気持ち軽く上げるぐらいで背中の筋肉が、まあスイッチ入るので、で、なぜまあこれニュートラルの方がいいかというと、まあ、首の負担と、もう一つじゃあ棒を下ろしちゃっていいです。ちょっとじゃあテストしますね。じゃあこの壁使って、あっちからお願いしていいですか。全身入るように。はい、お願いします。で、これで、で、この状態、あ、ごめんなさい、そうそう、それで足を押すやつやるんですけど、ちょっとセットアップ、この状態で、で、首ニュートラルで、ちょっと壁もしっかり押して、そう、壁をしっかり押し、あ、手マスクです。そうそうそう。あ、肘マスク。肘マスクで、片足だけ曲げましょう。で、お尻にかかとを近づけるイメージで、で、首はニュートラル、自然体の状態で、スリー、ツー、ワン、ゴーで僕は足首をこう押します。床に。で、それを耐えてください。OK? 3、2、1、5。そう、結構強いですね。で、これをもしじゃ首をグイッと上げたとき、じゃあ思いっきり上向いてください。で、同じことをします。そう、これちょっともうやりづらそうなんですけど、じゃあまたいきますね。スイッチの5で押すので、 Ready? 3、2、1、GO! そう、力入んないんですよ。だからこれやっちゃうだけで裏側の筋肉がまあ全部スイッチオフしちゃうこともあります。で、イメージしやすいのはですね、キャモン、ちょっとケイジ君の隣に書きます。まあ、脳みそからこう神経が通ってるんですけど、まあ、イメージね、こういう感じでニュートラルの状態だったらまあこういう感じでなってます。で、神経がバーってこう、まあ、通ってますね。全身にバーって通ってるんですけど、例えばこれを、グイッて上向いた時、まあ、極端に言ってしまえば こんな感じ こういう感じになってるんですよ。ここでバキッって言ってるイメージ。そうすると、まあ、こっからの力が伝わりづらいです、神経が。
例えば水のホースとかありますね。水のホースとかでバーって出してるのをキュッて止めちゃったら、水止まりますね。それと同じイメージで、考えていただければ、まあ、イメージしやすいかなと思います。ここは自然体だから、その水の方、この水がきれいに出ていくけど、グイッてやったらその水をこう止めてるのと一緒なので、なるべく自然体、あとはまあ首には優しいっていうのはありますね。なので、もしデッドリフトでこうちょっと前向いてずっとやってる方、これはあのスナッチとクリーンはちょっと違うので、普通のデッドリフトだけですね。普通のデッドではなるべく首はニュートラルの練習をしていただけたらいいかなと思います。なので、まあ、他に質問はある方はコメントください。あとチャンネル登録もお願いします。See you! See you!